鹿児島からさ帰ってくるときさ、はい、まあ飛行機なのね、はい、でそれいつもあの俺もう荷物持たずに行くから、そのあのリュックサック1個で行くからもう荷物預けないのよ、うん、でそのままバーって出て行くんだけど、うん、その日なんかもう営業もあったから鹿児島で、うん、だから荷物結構多くて、うん、1個その預けないといけない、はいはいはい、ってなって、それでこの帰りね、帰り預けてるときになんか結構列並んでて、うん、1個前の人がさ、なんかすいません、こう乗り換えあるんで、うん、ドアサイドにしてくださいっつってて、うん、あ俺初めて聞いたなと思ってて、うん、なんかドアサイド、ドアサイド、うん、で、なんか初めてだなと思ってて、俺も こう預けて、うん、でずっと気になったドアサイド、まあまあちょっとね、気になるなんだろうと思って、うん、それでその CA のさ、友達にさ、どういう意味みたいな聞いたら、うん、その乗り換えとの時間ギリギリだと、うん、その手荷物ってさ、パッて預けたらさ、ベルトコンベヤーみたいなめっちゃ時間かかるって、ま、回ってくるやつ、出てくるやつ、ね、でもドアサイドにしてくださいって言うと一発目に出てくるんだって。えぇ、そのもう、その格納機みたいな、そのコンテナみたいなところの一番ドアサイドに、なるほどね、ドアサイドにしてくださいね、そっから開けてパーってやるから、もうそれのシステム俺知らんくて、あ、そういうのあんのと思って。それしかも口頭でいいの、乗り換えがあるんでっていうだけでいいの。そう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 、うん、そのキャビンアテンダントじゃなくて、地上のね、地上の時に、地上のスタッフに受付に、それ知らんくて、いや、それ知ってたら今までさ、あんな時間無駄なことないじゃん。ないよ。でも、その、なんかそれで聞くと、その乗り換えとか結構キツキツで、そのルールが、うん、そんな1個許したら全部 OK じゃん、うん、だから基本乗り換えだけなんだって、うん、だから普通に乗り換えなくて、いや、次その仕事がギリギリなんでとかいう時は別に そこまで融通聞かせてくれない。ああ、なるほどね。あくまでも飛行機の乗り継ぎだけ。ああ、そういう時は、でもその、なんか証拠見せるとかもないってことじゃ。いや、でもドアサイドにしてくださいっつって乗り換えなんでっつったら、うん、もうあっちはもう一発で分かんじゃん、多分、うん、もうシステム上、あ、この人ここ乗り換えなんだ。ああ、なるほどね、なるほど、なるほど、なるほどなるほど、いやお前、それを言うとそう聞こえるから言ってないから。でもなんかその認知に訴えるといけるパターンもあるよとは言ってたけど。ああ、なるほどね。本当にすみません、結婚式でとか。ああ、なるほどなるほどなるほど。最悪よ先輩の、それは。いや、今のそれは今のは導きじゃん。導いてね、そっちの導きがあったから。誰も導いてないよ本当に。